はい、ゆっきーでーす。口唇ヘルペスにですね、かかりました。2017年の、大晦日、そう、12月の31日というね、スペシャル、最後の日にですね、こちら、これ、で、これがね、こっちのやつがね、多分違うんですよ。ここら辺にね、ニキビができたから、こうやって、夢中ってやってたら、なんか赤くなった。で、これなんですよ、こっち。こっちの方なんですよ。こっちの方なんですけど、まあ、特にね、熱、なんか40度ぐらい熱が出る人がいるらしいんですよ、これで。で、かかった人が、口唇ヘルペスにかかった人が大体、10人に1人って言われてるらしくて、で、まあいろいろググった結果によると、ほっとくと、一応治るはするんだけど、なんか後遺症的なのが残るらしいんですよね。で、俺、1年前ぐらいにも、ちょうどね、1年前ぐらいにも、実はこれ、ヘルペスと似たようなのかかったことがあって、帯状疱疹ってやつですね。ここら辺にね、ここら辺右のね、腰のあたりにね、帯状疱疹っていう、ブツブツ、水ぶくれがブワーってできたことがあって。まあ、それと似たようなやつらしいんですよね。まあ、これも水ぶくれなんですけど、俺、31日にできたんで、で、朝起きたらなんか、ブクブクって水ぶくれできてるんですよ。だから、あれ、なんだこれと思って、まあいいや、水ぶくれだからとりあえず、針で刺そうと思って、針でプツって刺して、とりあえずね、水を抜いたんですけど、まあ、水を抜いたらこんな感じになったんですよね。なんか赤く、かさぶたっぽい、なんか、なんかになったんですよ。で、実は、全然、口唇ヘルペスの全然知らなくって、後々知ったんですけど、これが口唇ヘルペスですっていうのをね、まあ、ググったらあったんですよ、ね。はえーと思って。で、その、水ぶくれの時に、針とかで刺すと、その水ぶくれのその液が、手とかに付着して、で、さらに、その手で、チンコを触ったりすると、性器ヘルペスっていうのになる可能性が非常に高いらしいんですよね。危なかった。俺、その手でオナニーするとかだったら危ねえ。マジで。とりあえず、チンコヘルペスは、性器ヘルペスはならなかったんだ。今現在なってないんだけど。ただ、こうやって触って、特に乾いてるんですけど、なんもないんですけど、一応、触った手で、チンコ触ったりすると、なるらしいんですよね。チンコヘルペス。チンコヘルペスになるらしいんで、まあ、性器ヘルペスになる、ことがあると。で、一応感染とかもするんだけど、俺特に彼女いないんで、キスもしてないし、で、ね、いろいろ一切してないんですけど、まあ、原因が、帯状疱疹と同じくですね、原因が、なんか免疫力が低下した時にできるらしいっていう話は聞いたんですよ。で、俺特に、一日寝て起きてしかしてないんだけど、考えられることとすれば、だいたい一日に3回ぐらいオナニーか4回か5回ぐらいオナニーしたんかな。それでね、疲労困憊になってですね、まあ寝てたっていう。で、その次の日ぐらいになったっていう記憶しかないんですよね。だから多分、オナニーのしすぎでね、動悸が激しくなって、やばかったんですよ。オナニー5回ぐらいしてね、動悸がね、やばくなってね。あー、やばかった。って感じ。そんぐらいしか記憶ないんですよね。特に運動してて、免疫力低下とかはよくわかんないんですけど。まあ、そんぐらいかな。一日二食ぐらいしか食ってないから、まあ栄養も取れてないんだろうけど、ね。あんまり料理もしないんで。
まあ、おそらくそのせいでしょう。で、問題なのが、さっさと治すのに、この薬、専用の飲み薬があるらしいんですよね。それを処方してもらわないと、これは、完全に治んないとかで聞いて、ググったら出たんですけど、まあ、三が日、ほとんど病院休みで、まあ、やれてるとしたら4日なんですよね。だから31から今今日1日なんですけど、まあ、あと4日間、3日後までちょっと、薬はお預けということになるんですよね。うん。まあ、なんで、困ったなーっていう。うん。ちょうどね、31日の朝起きたらなってたっていうパターン。まあ潜在期間とかがいろいろあるらしいんですけどね。まあそういうことなんですよね。で、帯状疱疹もそうですけど、あんまりなったことある人っていうのが少ないんですよね。まあ僕自身も帯状疱疹になった時はびっくりしましたからね。ぶっつぶつがね、ほんとやばくてね、帯状疱疹はマジでやばい。恐ろしいほどブワーって体のね、ブワーってね、なるんです。水ぶくれ、ブワーって。あれはちょっと怖かった。もう自分で自分の体がね、どうなっているんだ、この体は。俺の体が、毒に侵されている、みたいな。っていうね、ことです。まあ、ということで、ただそれの報告です。まあ、皆さんも、免疫力低下。ね。下手したらこれでですよ。この、口唇ヘルペスで、熱がなぜか40度出るらしいんです。出る時があるらしい。俺は今のところ出てない。全く問題ないんですけど。まあ、ググったところによると、本当に40度の熱が出るっていう。で、40度の熱が出たらお前ね、もう、医者行きたいのに医者行けない上に、なあ、医者で治そうにもお前三が日全部休みでお前。大変やぞマジで。危ねえ。マジ熱出なくてよかった。うん、熱は出るか出ないかっていうのはまあ、ランダム予想らしいですね。うん。うん、まあとりあえずオナニーするときは手を洗って、しっかりね、このね、菌が、手についたまんま、チンコシコシコすると、そのチンコが、水ぶくれで、ブエーってなるらしいんで、それだけ気をつけて、今日も日課のオナニー3回を、目指したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。